里山ネット綾部の塩見と申します。今日、また、綾部里山交流大学の、11月講座が、始まります。ぜひ皆さんに、全国から、世界から綾部に来ていただきたいと思いまして、PR をさせていただきます。この綾部里山交流大学は、交流デザイン学科と名付けてまして、感性学、地域資源学、価値創出学、交流デザイン学、情報発信学、それから綾部に何かヒントがないかということで、綾部型学という6つの教科を、学べます。2泊3日で、11月22日から23日、24日、2泊3日で、行います。会場となりますのは、私が、卒業しました旧豊里日商学校で、こちらに、ありますのが私の、卒業した、校舎学校です。この学校は1999年に閉校になったんですけども、翌年から、都市と農村の交流グリーンツーリズムの、舞台ということで、再活用されております。ぜひここに、お集まりいただきたいなと思ってます。今回のテーマは、あるものでないものを作るです。私たちは今まで、ないものねだりをして、まあ、いろんなことが欲しいなとか、こんな建物が欲しいなとかいろんなことを、言ってきたんですけども、そういった時代は終わって、今は、あるもので、眠っているもので、アイデアを加え情熱を加え新しい何かが作れたらなということで、あるもので、ないものを作るというテーマで、2泊3日勉強してみたいなと思っています。今回はですね、講師として山梨県から NPO 法人の笑顔をつなげての曽根原さん、それから東京の渋谷大学というのをされています佐京さん、東京のエコロジー的な建築家天然住宅というのをされています佐金さん、京都の美山という美しい村があるんですけども、そちらで田畑社というのをされています藤原さん、市外から、4名の方をお迎えします。市内からは、アンネのバラを、育てておられる山室さん、それから、空山の里という、J の、店舗の跡を使って、コミュニティショップをされてます村上さん、それから、綾部には黒谷和紙という平家落ち度が伝えたと言われる、和紙があるんですけども、和紙の、紙すきをされてます旗野、さんに、来ていただいて、あるものでないものを作るというテーマで、お話しいただきます。昨年、から始まりました交流大学なんですけども、昨年はですね、受講された30代の、男女、が綾部、に、移られまして移住されまして、もうすでに仕事も見つかって、地域の人と、溶け込んで新しい人生をスタートされています。綾部に来ていただいて、新しい人生の第一歩を、見つけていただけたらいいなと思いますし、里山ネット綾部のスタッフとしましても、応援をしていきたいなと思っています。ぜひ皆さん、11月綾部にお越しください。よろしくお願いします。